パットニーブリッジ駅は、ロンドン南西部のフラムにある駅である。ロンドン地下鉄ディストリクト線のウィンブルドン支線に属する高架駅。トラベルカードゾーンは2、テムズ川に架か,かるパットニー橋の北詰めからすぐの場所にあり、これが駅名の由来となっている。駅は、テムズ川南側のパットニー地域には位置しておらず、北側のフラムにある。1880年3月1日に、 メトロポリタンディストリクト鉄道がウェストブロンプトン駅から南に延伸した際にこの駅はパットニーブリッジフラム駅として開業した1889年7月3日にはテムズ川にフラム鉄道橋が架橋され川を越えた南側にロンドンサウスウェスタン鉄道が新たに開業させたイーストパットニー駅まで MDR が延伸し同駅では L&SWR のクラパムジャンクション駅、イーストパットニー駅、ウィンブルドン駅間の新線と接続する MDR の列車がウィンブルドン駅まで乗り入れる運行が始まり、以後パットニーブリッジ駅は途中駅となる。1902年1月1日、この駅はハーリンガムパークとハーリンガムクラブに近いことから、パットニーブリッジハーリンガム駅に改称した。 現在の名称に再解消したのは1932年のことである。当駅は C 型電車だけ収容できる東端式ホームが現在の東方面と西方面プラットホームの間にあった。2014年 C 型電車の運行終了に伴い東端式ホームの使用を停止し2015年10月に軌道を撤去したフラムハイストリートとニューキングスロードが 北西に 1km のところにあり、試合開催日には駅が大変に混雑する。ロンドンバスの14、22、39、74、85、93、220、265、270、414、424、430系統と、深夜バスの N22、N74 系統が当駅とその周辺から発着する。 ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、ウィンブルドン線イースト、パットニー駅、パットニーブリッジ駅、パーソンズグリーン駅、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャーユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧、プットニー、ブリッジステーション。ロンドン交通局。 2016年8月13日閲覧、プトニーブリッジ STN フルアムハイストリート、ロンドン交通局。2016年8月12日閲覧、プトニーブリッジステーションゴンビルストリート、ロンドン交通局。2016年8月12日閲覧、ありがとうございます。